ホルヘ・フランシスコ・イシドロ・ルイス・ボルヘス・アセベードは、ホルヘ・ルイス・ボルヘスとして知られる、アルゼンチン出身の作家、小説家、詩人。特に、電気集などに収録された、夢や迷宮、無限と循環、架空の書物や作家、宗教、神などをモチーフとする幻想的な短編作品によって知られている。彼の評価は1960年代の世界的な、 ラテンアメリカ文学ブームによって確立され、その作品は20世紀後半のポストモダン文学に大きな影響を与えた。1899年、ボルヘスは教養ある中産階級の家庭に生まれた。出生した場所はブエノスアイレスの中心区であったが、それから間もなく一家は同都市郊外のパレルモに転居している。父ホルヘギュレルモ・ボルヘス・ハズラムは弁護士であり、 また、外国語教師養性学校で英語を使った心理学の講義も受け持っていた。父方は、イタリア系やユダヤ系の地が流れており、セファルリムユダヤ人の末裔にあたる。ボルヘス自身はとりわけ、イギリスとユダヤの地を誇りにしていた。祖母は、イングランド人であり、その英語は、母親譲りのものであった。ボルヘスの母レオノール・アセベドス・アレスは、 ウルグアイの休暇の出で経験なカトリックであった。母方の祖先にはヨーロッパからの南アメリカの植民に大きく関わった軍人モーリ家族はしばしばボルヘスに彼らの英雄譚を話して聞かせた。家庭では英語とスペイン語の二言語が同じように使われていた。一家にはまた文学的伝統が受け継がれており、父方の先祖には何人かの詩人、文学者もいた。 父はいくつかの文学作品の執筆を試みており、父方の祖母も80を過ぎて、ゴールズ・ワージーや H.G. ウェルズに親しむ大変な読書家だった。その読書のほとんどが英語だった母は、夫が死んだ後には、サロー・ヤンの人間喜劇や放送音の短編、ジョン・リードの美術論などを翻訳しており、ボルヘスは後年、彼自身のものとされているメルヴィル、フォークナー、ウルフの翻訳は、 彼女の手によるものだと述べている。彼女はボルヘスが後に視力を失ってからも、口述筆記をし、代わりに手紙の返事を書き、旅行に同行するなどして、彼の秘書役を務めた。父の書庫には五千冊を超える膨大な蔵書があり、ボルヘスは幼い頃からここに出入りして、マーク・トウェイン、ポー、ウェルズ、ロングフェロー、ディケンズ、ドン・キホーテ、グリム・童話、千代ヨヒ物語などを英語で読み、 スペイン語では、アルゼンチンの無法者やガウチョを描いた作品を好んで、読んでいた。6歳の頃から見よう見まねで物語を書き始め、10歳の時には、ワイルドの幸福な王子をスペイン語に訳し、日刊誌、エルパイスに掲載されたが、ホルヘ・ボルヘスと署名されていたため周囲の人間は、父親によるものだと思ったらしい。ボルヘスは、父親の教育方針で、学校教育を受けず、 当初はイギリス人の家庭教師についていたが、9歳から市内の小学校に編入している。1914年、第一次世界大戦勃発の前夜に、ボルヘス一家はスイスのジュネーブに渡った。父親の目の治療のためと、ボルヘス及び妹のノラの進学のためである。ボルヘスはカルバン学院の中等科に進んだ。授業ではラテン語、フランス語が使われており、 これに加えてボルヘスはドイツ語を独習しハイネやマイリンク、ショーペンハウアーなどを読んでいた。その後一家はアルゼンチンに戻ることを決めるが、その前にスペインで1年間生活することに決め、1919年にスペインバルセロナに移った。すでに1918年にカルバン学院でバカロレア資格を取っていたボルヘスは創作に専念し、バルセロナでは ギリシャ史を中心とする前衛的な文学運動、ウルトライスモに参加した。スペイン滞在中にボルヘスはエッセイ集と詩集を書いたが、いずれも出版はせず破棄してしまった。1935年、マルデル・プラタで並んで歩くボルヘス、ビクトリア・オカンポ、アドルフォ・ビオイ・カサレス1921年3月、一家と共に、ブエノス・アイレスに帰郷したボルヘスは、 本格的な作家活動を開始し、この年に若い作家を集めて、壁雑誌、プリスモを発行した。これはただ一枚の紙に印刷したものを、街中の壁に貼ったもので、第1号には、ウルトラニスモ宣言が載せられている。ボルヘスは当初ウルトラニスモの立場を鮮明にしていたが、後に、初期の活動を強く後悔することになる。著名な批評家、ビクトリアおかんぽの講演を受け、 1923年に、諸上詩集、ブエノスアイレスの熱狂を出版。1930年までの間に3冊の詩集と4冊のエッセイを、刊行、3種の雑誌を刊行し、このうち3番目のエッセイ、アルゼンチン人の言語が、ブエノスアイレス市民文芸賞の第2席となった。ボルヘスは、賞金で得た経済的余裕を利用し、 隣人であった無名の詩人エヴァリエスト・カリエゴの伝記を一年を使って執筆している。1932年にはアドルフォ・ビオイ・カサレスと知り合い、数年後からアンソロジーの編集や注釈、小説の翻訳や雑誌の刊行など様々な仕事を彼と共同で行うようになった。ビオイ・カサレスはボルフェスより13歳年下で当時はまだ17歳だった。一方で、 ボルヘスは共同作業を始めた頃にはすでに病院の方が死になっていたと述べている。二人は後に互いの祖,祖父の名前を組み合わせたペンネーム、オノリオブストスドメックを使い、ドンイシドロパロディの6つの問題などの探偵小説も執筆している。1933年から34年にかけて、ボルヘスは実在した人物の伝記を殉職して作った短編集。 侮辱の世界史を発表しており、自伝エッセイではこの作品が彼の短編作家としての真の出発点とみなされている。ただしこの作品は当初は全く売れなかった。1935年、短編、アルムターシムを求めてを発表。これは架空の小説を紹介する形式で書かれたもので、ボルヘスの代表的な作品群の原型となるものであった。1937年、 ボルヘスは、ブエノスアイレス私立図書館の司書となり初めて定職に、就いたが、仕事量の極めて少ない感触で、ボルヘスは、勤務時間の多くお読書と作品の執筆に費やした。仕事は楽だったものの、自分の存在の小ささを味わわされた、私立図書館勤務時代の9年間を、ボルヘスは、濃厚な不幸の9年だったと述べている。1938年、 父が死去した年に、ボルヘスは開け放たれた窓に頭をぶつけて、大怪我を負い、1ヶ月の間生死の境をさまよった。これによって以前までの言語能力を失ったのではないかと恐れた結果、書き慣れている詩や評論ではなくまず短編小説を試してみようと考え、これによって、ドンキホーテの著者、ピエール・メナールが書かれた。続けて、トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス、 バーベルの図書館など代表的な短編が書かれ、1942年に作品集、山田の園として刊行、1944年にさらに9編からなる交渉集を加え、電気集として刊行された。同年、アルゼンチン作家協会より栄誉大賞を贈られる。1946年にフアンドミンゴペロンが政権を握ると政権に抵抗したという理由で、 図書館の館員から公共食肉市場の検査官に転属させられたため、ボルヘスは職を辞した。10年に及ぶペロン時代はボルヘスにとって苦悩の日々であり、母は自宅監禁のみとなり、妹と老いは刑務所に1ヶ月投獄され、ボルヘス自身も絶えず刑事の尾行に付きまとわれていた。ただし、彼はこの時期ある前鎮に留まっており、中でも国内及び、 ウルグアイへの移動を除いて、ほとんどブエノスアイレスに留まっていた。職を辞したボルヘスはこれによって、失業の実となったが、文明は徐々に上がり始めており、1950年アルゼンチン、作家協会会長に選出されると、アルゼンチンイギリス文化協会と、自由高等専門学校で講義を持つ実となった。ジュネーブのプラン・パレ墓地にあるボルヘスの墓1955年、 革命の成功によりペロンが失脚し、ボルヘスは周囲の推薦によって新政権からアルゼンチン国立図書館の館長に任命された。翌年にはブエノスアイレス大学の英米文学教授にも就任する。教授職は1964年に辞したものの、その後も無給で講義は行っていた。また1955年以降、国内外から 各種の栄誉や賞を贈られるようになり、国内での読者数も大幅に増加して、名声は高まっていった。しかしこの頃には、ボルヘスの視力はかなり衰えており、20代からの度重なる手術の甲斐なく50年代以末には、盲目同然となっていた。ボルヘスの失明は遺伝性のもので、父もまた手術を重ねた末晩年に視力を失っている。盲目となって、 以降作品は口述筆記によって作成し、また記憶だけを頼りにして作ることができる、提携詞を好んで作るようになった。晩年には、古代英語と古代アイスランド文学の研究に没頭した。ボルヘスの作品は1950年代以降、ロジェカイヨアが中心となって、フランスに翻訳紹介され次第にその名が知られるようになった。百六十一年には、 サミュエル・ベケットと共に、第1回国際出版賞を受賞し、国際的名声を得る。その後、マドニーナ賞、エルサレム賞、セルバンテス賞、レジオンド・ヌール君賞などを受賞しているほか、オクラホマ大学、コロンビア大学、オックスフォード大学等から名誉博士号を受けている。ただし、生前から非常に評価が高かったにもかかわらず、ノーベル文学賞を受賞することは、 ついになかった。ボルヘスは、ノーベル賞を受賞できなかった代表的な文豪の一人と、され、同賞の選考に批判的な立場からしばしばこの例が、引用されることがある。政治的には、保守的な傾向があったが、フアンドミンゴペロンと彼に代表される、ペロン主義には一貫して激しい嫌悪感を示していた。一方で、1955年と1976年に、 ペロニスタの政権を打倒した軍事政権については反ペロン主義の立場からこれを歓迎し、このためサハや国外からは激しく非難されることがあった。中でも1976年に隣国チリで独裁者のアウグスト・ピノチェトから勲章を受け取ったことはとりわけ強い非難の対象となり、これが右翼的とみなされノーベル文学賞の受賞を逃す原因となったとの見解も存在する。 1924年以降フォルメントール賞の受賞まで、ボルヘスは国内移動や隣国ウルグアイ旅行を除きほとんど、ブエノスアイレスから出なかったが、フォルメントール賞受賞後、アメリカのテキサス大学オースティン校が1961年に、ボルヘスに半年間の講師の職を提供したのを皮切りに、その後毎年のようにアメリカやヨーロッパ諸国などに招かれるようになった。 ボルヘスは1967年に q エルサーステテミジャンと結婚したが、しかし、教養のない彼女との共同生活はうまくいかず、1970年に離婚。1973年にペロンが帰国し大統領選挙に当選すると即座に国立図書館長を辞任した。1972年以降、ボルヘスはさらに外国訪問の頻度を増やしていき、 ブエノスアイレスよりもむしろ国外での滞在に重点を置くようになっていった。日本にも1979年と1984年の2度、来訪し、1979年の滞在記録は旅人への贈り物、ボルヘス日本滞在史として1982年に法政大学出版局より発行されている。1975年には母レオノールが死去した。 1985年、死期を悟ったボルヘスは、ジュネーブに向かい、その地で教え子でありボルヘスの個人的な助手を務めていた日系人、マリア・コダマと1986年4月に再婚した。同年6月、肝臓癌により死去。遺体は、ジュネーブのプラン・パレボ地に葬られている。ボルヘスの死後、彼の作品の権利は未亡人である。 マリア・コダマが所有することとなった。コダマは、ボルヘスの死から3年後の1989年に、ホルヘルイス・ボルヘス国際財団を設立し、以後コダマが財団理事長を務めている。リスボンにある、ボルヘス記念碑小説家としてのボルヘスは、その作家生活において、長編小説を一度も書かなかった。彼の最も長い小説、会議でも、せいぜい十数ページしかない。 彼は若い頃から節約された言葉と明快な構成を持つ短編小説の形式を愛しており、簡潔な文章で異常な世界を描く彼の作風は1960年代のラテンアメリカ文学ブームで有名になったマジックリアリズムの代表的な例としばしばみなされている。試作品も含め、ボルヘスの作品の多くに見られるモチーフは、円環、無限、狂、迷宮などであり、 作品の中では人知を超越した不思議な出来事がしばしば扱われる。例えば、記憶の人、フネスは自分の知覚したこと、経験したことすべてを完全に記憶している男をめぐる物語である。演壇の廃墟では夢によって一人の人間を想像しようとする男が登場する。隠れた奇跡は、作家が銃殺の直前、神の恩寵によって停止した時間を与えられ、 その時間の中で彼は未完の刺激を完成させる。LRF では宇宙のすべてを見通すことができる一地点が登場し、他社では60歳のボルヘスが10代の自分自身と開校する。また、ボルヘスの作品では架空の書物や作家がしばしば主題に設定されている。彼が自分の作風を確立したあるムターシムを求めては、架空の作家による小説、 あるムターシムを求めてについての書評として書かれた疑似エッセイの形をとっており、ドン・キホーテの著者、ピエール・メナール、ハーバート・クエインの作品の検討などでもこの形式で書かれている。トレーン、ブクバール、オルビス・テルティウスは百科事典に記された架空の土地をめぐる話であり、ヤマタのソノでは筋が分岐しいくつもの結末を持つ小説が登場する。バベルの図書館では、 あらゆる書物をそのうちに含む図書館が砂の本では無限のページを持つ一冊の本が扱われている。このように外白な知識をもとにした幻想的な物語が知られているボルヘスだが、その著作にはアルゼンチン文学の伝統にのっとり、ガウチョやコンパドリードを主人公にしたマッチョ思考的とも呼べるような一連の作品もある。他に、ポー、カフカ、ヘッセ、キプリング、 ウルフなどの作品のスペイン語訳が多数あり、個人図書館、バベルの図書館、傑作短編小説集の編長がある。小説集詩集評論集、講演集放課編長、教著ボルヘスは、ロサス、ワイスーピエンポという書籍の記述を引き、アセベドをコンポや、ピネーロなどと、同様、ポルトガル系ユダヤ人の名字の一つに数えている。ボルヘスは、ユダヤ系の名字ではなく、 英語のバージェスやフランス語のブルジョアなどと同様に、町の人、都会人の意味であり、一方、ファーストネームのホルヘは、名字と逆の、地の人、農民の意味であるとも発言している。ボルヘスはまた、母の旧姓のアセベドは、サロニカの典型的な、ユダヤ系ポルトガル人の名字である。私は、クリソル神に隠れユダヤ人呼ばわりされたが、それは間違いで、私は、公然たる。 ユダヤ人であるとも述べている。ありがとうございます。